ありがたいことですよ、やらせていただけるのは。リズム、リズム、あ、出た、はいはい、僕推しキャラです、砂あ、君も関西弁なんやなって思ったね。えクールに関西弁言うって結構ね、あの演技としては難しいんですよ。わかる。しかも関西出身じゃないから、うん、もちろんね、関西の方ですごく落ち着いてらっしゃる方もいるっていうのはわかるんですけど、うんうん、やっぱりね、こう関東の人間からすると、うんうん、関西の人ってこう結構楽しくおしゃべりしてくれるっていう印象が強いので、そこをね、こうお芝居でギャップ埋めるのめっちゃむずいよね。しかも砂はさ、セリフっていうよりこう、うん、モノローグの中の分析がすごく多いじゃない、うんうんうん、で冷静ですごくいろんなこと見えてる、うん、言葉なのに、やっぱ関西弁で言ってると、うん、ちょっとなんか面白みが下手したら乗っちゃいそうなんだけど、うんうんうん、そこをなんかすごくね、いい味としてなんか出してて、ね、アニメをなんかこう砂の声聞いてて、あ、関西弁いいなってちょっと思ったね。え、なんか僕はね、ずっとね、す、はいはい、彼を見てて、うんうん、ずっと悩んでたのが、あ、砂なのか砂なのか、ね、砂なのかっていう問題、ね、アクセント問題。あれはでも砂で落ち着いたんだけど、確か砂だったっけ、いや、どっちだっけってなった。確かに俺今普通に自分の中でなんか砂だな砂だなって勝手に思ってるけど、そう、なんかその名字とかの呼び方すらもやっぱりこうちょっとこう関西弁が入ると違うんじゃないかっていう説が上がって、はいはい、はい、ね、確かに、そう、そこからね、ずっとどっちなんだろうこの人って思ってる